よう、サルモン系。おっしゃ、ちくい、久しぶりだなって、なんかこういうくだり前もなかったが、大丈夫、1週間ぶりに。お前と話すとき、毎回1週間ぶりだな。よう、サイドンじゃねえか。お前、いつからサイフォンからサイドンに進化したんだよ。社畜がまるで絶滅危惧種みたいな反応してくるけど、これはどういうことなん。よう、守る、久しぶりって、お前らさ、マジで毎回久しぶりって言うよな。何、これはタイムトラベルしてるせいか。はいはい、どうもどうも、皆さんこんばんは、社畜です。大変申し訳ないんですけど、本日もね、見ていただいたらわかるかと思うんですけど、村整備を行っております。大変申し訳ございません、謝罪させていただきます。いやー、マジでさ、ちょっとね、最近ね、村整備にね、力を注いでおりまして、っていうのも、こないだね、ようやくね、デパートを作ることに成功したんですよ。で、まあ靴屋も作ったりとかで、あとはね、その部屋の増築の方ですね、地下室と2階もね、作ることができまして、1階の方も、最大までね、広く、部屋をね、広くすることができました。ちょっと待って、サイドのやつさ、さっきからなんか、俺の画面にチラチラ入ってくるんやけど、何あのアピール。どこ見てんの？さっきからマジでさ、チラ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 入ってきてさ、気が散るんだけど。お、なんか虫取り網をね、持って移動してるけど、そこには虫はいないぜ。っていうかさ、今季節冬にしてるからさ、そんななんかトンボとかなんかね、捕まえられるようなもんとかね、あんまりね、いないはずなんだけど。お、向こう行った。飛び盛りをやってて思ったんだけどさ、村整備ってめちゃくちゃさ、めんどくさいけどめちゃくちゃ面白いよな。なんかさ、今ね、道路で作ってるところなんだけど、ぶっちゃけこれって単純作業だからつまらないんだけどさ、つまらないと見せかけて割とね、面白いんですよね、道路を作ってるだけだけど。やっぱりそのね、動物の森シリーズ全般に対して言えることなんですけど、やっぱりこのね、村が発展していく過程っていうのがね、非常に面白いですよね。なんかその完成している村よりね、発展途上の村をね、見る方が楽しい気がする。まあ、実際やるのもそうなんだが、まあ、完成している村もね、いいと思うんだけど。お、結構ね、できてきたんじゃないこれ。いいね、いいね、いいね、いいんじゃない。はい、まあそういったところでね、3月31日、今年度最後の日にね、こうやって村整備をしているわけなんですけども、明日から皆さんついにね、新学期が始まりますね。まあもしかすると明日からね、社会人生活、そう、社会人生活がね、スタートする方もおられるかもしれませんが、毎年思うけど、マジでね、この季節ってめっちゃ切ないよな。うん、切なすぎるわ。出会いと別れの季節だからな。まあ学生から学生になる人に関しては、まあ、そこまでね、大きな変化っていうのはないんですけど、やっぱりその学生からね、新社会人を迎える方っていうのは、まあ結構ね、変化ありますからね。うん、まあ高校から大学にね、なる人も割とね、変化がありますけど、まあだけどやっぱ個人的にはね、高校から大学もね、割と変化があったなと思いますね。だからまあ村整備しながらね、そこについて今日は語っていきたいと思います。やっぱりその、ね、村整備をね、黙々とするとさ、やっぱそのなんか暇なんだよな。そう、だから暇なんですよね、一人でやると。だからまあいつもはね、生放送しながらね、いろいろ語りながらやってるんですけど、高校と大学の一番の違いっていうのは、まあ、クラスがあるかないかとか、あとはね、同級生の数とか、まあ、キャンパスが複数に分かれてるとかで、まあ専門的な勉強をね、するかっていうところがね、やっぱ一番の違いかなと思いますね。やっぱりそのね、クラスっていう概念がね、ないっていうのが一番の変化かもしれませんね。例えばその中学とか高校行った時に、まあ、自分の教室に入って自分の席があるけど、大学っていうね、コミュニティに関してはそういったものがね、ありませんからね。そう、自分の机であったりで、まあ、自分の教室であったりとか、ね、そういうものがないので、やっぱね、僕は大学に通ってて、そこがね、一番の変化でしたね。ちなみにこの話っていうのは、例えばマーチとか、ね、立命館とか同志社とか、まあ、そういう官官同立
であとは早稲田慶応とかそういうね総合大学をね前提とした話なんで。で次に同級生の数に関してなんですけど、例えば高校の時って多くてもだいたいね500人ぐらいなんですけど、同級生の数がね。ただまあ大学になるとね7000人とか8000人とかになりますからね、まあ、場合によってはまあ9000人とかいますからね、まあ、総合大学とかだとね、そうかなり多かったんだよな。でまあ学部に関してももう10個とかありますからね。でさらにその学部の下に科もありますからね、そう、それも含めたらね本当に尋常じゃない数だよな。でまあ学生がねそれだけねたくさんいる中でも自分がね関わるその人数っていうのがだいたい1から 100% で言うと、まあ、5% ぐらいですからね。言ってもまあ8000人の 5% っていうことは相当ね人数いますけどね、400人とかじゃない、うん、多分そんぐらいになると思うんですけど、やっぱ高校生から大学生になった時のギャップってまずそこだよな。そう、まずクラスがないっていうのと人が多すぎるっていうのがね一番ね大きな変化な気がする。あとは強いて言うならまあキャンパスが複数に分かれてることかな。まあ高校とかの場合だと、まあ一つのキャンパスに集中するわけじゃないですか。まあほとんどのね高校が、まあ、例えば高校1年生から高校3年生までが。ただまあ大きい大学とか、まあ、総合大学とかになると、まあ、キャンパスが複数に分かれるんですよね。例えばまあ文系キャンパスとか、まあ、理系キャンパスとか、まあ、いろいろあるんですけど。であとはね一人暮らしを始める人がね非常に多いんですよね。まあ、高校に通ってる人っていうのは、まあ、大体の人が実家から通ってる人が多いじゃないですか。まあ、一部ね寮とかに住んでたりとか、まあ、一人暮らしとかをねしてる方もねおられますけど、まあ、大体はね実家からだと思うんですよ。ただまあ大学になるとね一人暮らししてる人がとにかく多い。まあ地方からね出てくる人がやっぱりね多いんで、僕の頃はねどうだろう、大体7割から8割ぐらいが地方とか他府県から来てた人かな。まあ僕もね他府県から来た人なんですけど、まあ地元っていうかその元々住んでた都道府県から通う人って、まあ、全体の2割ぐらいじゃないかな。うん、ほとんどね他府県ですからね。お、金だ金だ金だ出た。なんか適当にね石を叩いてたら金が出てきましたね。いや偶然なんだけど、まあ最初の頃はねこのなんか石叩き、いや岩叩き、石叩きか、まあ、どっちかわからないんだけど助けられましたね。割とね石を叩くことによってなぜかわからないけどお金がね発生しますからね。でも結構な金額なんですよね。だいたい2万ベルぐらいですかねトータルでいくと。序盤はねお金がないからマジで助かるよな。まあその後はね南の島とかで無償乱獲してそれを売り飛ばせばどうにかなるんだけど、よーよいしょ、どうだみんな張り替えたぜ。いやーなんかさ道路っぽい色って灰色かなと思って灰色にしてたんだけど、これねくるみさんに作っていただいたデザインなんですが、いややっぱこっちの方がいいなと思ってちょっとね今張り替えました。いやーこっちの方がいいよなやっぱ。よしよしよし、どんどん張り替えていくぜ。さあこの道をね上の広場までつなげていきたいんですよね。そう、上にね広場があるのでっていうか八軒見来てるじゃん。なんか最近ねやたら八軒見が来ますよね。さあこないだ作ったリンゴ畑の前にも道路をね整備していきたいと思います。さあここにもね道路をつなげていきましょうか。さあここをねつなげると今ね仮で作ったスペース公園ですかね、まあ、緑のスペースのところは公園を、まあ、イメージしておりまして、まあ、まだね仮の状態で作れてはないんですが、まあ、一応ね将来的には公園にしようかなと思っているところです。でまあここにね道路をつなげていきたいと思います。さあどんどん作業を進めていくぜ。てかね公園をもうちょっと拡張してもいいかな。ちょっとね思ってるより小さいよな。リンゴ畑をもうちょっと縮小して公園を広げるっていうのもありかな。うん、でまあ右の方にはね遊具を置こうと思っているので右の方はね開けてます。でまあ左の方はどうなんだろうな。まあまだね構想段階なんでどうしようかなとは考えてないんですけど、あとはねここの道に沿って花を埋めたりとか、
あとはね、街灯をねつけていくっていうのもありかなと思いますね。うん、でまあ噴水もね、もう一個作ってもいいんだけどな、右の方で。まあ下の方にはちょっとね、みかん畑をね広げたいなと思っていて、みかんの苗をねめっちゃ植えてます。そう、ここら辺はみかんの苗ですね。そうで、ここもみかんの苗と。でまあ上の方に行くとリンゴ畑で、さらに上の方に行くとチェリー畑がね広がっております。でまあここもね、どうしようかな、道路にしてもいいんだけどな、ちょっと迷ってるんだよな。まあ道路にしよっか、ここも。おっしゃ、いい感じに整備できてきたんじゃないのこれ。さあここもね、道路をしっかりと通して、でこれでね一通り終わりかな、左のエリアは。ちょっとねまだ、商店街の方に関しては全く手がつけられてないので、まあそこに関してはね後日生放送でしようかなと思っております。てなわけで今日はねこの辺りで終わろうかな。っていうわけで続きは生放送でやるので、ぜひねまだチャンネル登録をしてない方がおられましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとはね概要欄におすすめの動画とかも貼ってあるので、もしねこの後暇だよっていう方がおられましたら、この後ね関連動画とかも見ていただければ非常に嬉しいです。ではでは、お疲れ様でした。バイバーイ。